キャプチャーボードを買い漁って25台以上、どうもしぱです。今回は iPhone、iPad 用キャプチャーボードのおすすめランキングトップ5を紹介していこうと思います。ちなみに説明欄に動画の目次を記載していますし、ブログの方でもこの動画と同じ内容を解説しているので、うまく活用しながらチェックしてみてください。iPhone や iPad 用におすすめのキャプチャーボードを紹介していく前に、どのような基準でおすすめのものを選んでいくのか解説しておこうと思います。ちなみにキャプチャーボードとは何なのかわからない、バッスル出力などのキャプチャーボードの専門用語がよくわからないという人は、初心者向けにキャプチャーボードを選ぶ時のポイントを解説した動画を作成しており、説明欄にリンクを記載しておくので、まずはそちらを確認するようにしてください。キャプチャーボードの初歩的なことを理解できたという前提で解説していきますが、 iPhone、iPad 用のキャプチャーボードということで、大きく分けて3つの基準を設けて、最低でもこれを満たしている製品の中から今回のランキングを作成しました。まず1つ目の基準は、 iPhone や iPad でゲーム実機をやりたい人向けの製品をメインに厳選しています。実際にコミュニティの方でスマホ関連の動画を録画や配信したい人、もしくはすでにしている人向けにアンケートを取ってみたのですが、圧倒的にスマホゲームを実況してみたい人、やっている人が多くなっていました。また iPhone か Android のどちらでスマホゲームの実況を行っているのかアンケートを取ってみたところ、 iPhone の方が圧倒的に多くなっていました。iPhone や iPad の場合は問題なく映像を出力することができるのですが、 Android は映像出力ができる機種とできない機種がありますし、キャプチャーボード自体も Android に対応しているものが少ないということもあって、ゲーム実況にはあまり向かないと言われています。なのでそれが一つの原因となってこのような結果になっているのだと思いますが、自分自身 iPhone しか持っていないということもありますし、 iPhone が使えるのであれば iPad でも使用できるという情報もあるので、 iPhone や iPad でゲーム実況をやりたい人向けの製品をメインで紹介していこうと思います。ちなみに iPhone や iPad でゲーム実況をやりたい人向けの製品というのは、キャプチャーソフトに映る映像や音声の遅延が少ないもの、キャプチャーボード本体にヘッドセットを接続できるものというのが非常に重要になります。 PS4 や PS5、Switch などの家庭用ゲーム機の場合はパッスル出力している画面を見ながらゲームをプレイすることになりますが、スマホやタブレットの場合は使用している端末の画面を見ながらゲームをプレイすることになるので、パッスル出力をやる意味が結構薄いです。ただパッスル出力をやらないとなると、スマホやタブレットからの音声は PC にヘッドホンやイヤホンを接続して音声を聞くか、キャプボ本体にヘッドセットを接続して音声を聞くという2つの方法に絞られてしまいます。 PC にヘッドホンやイヤホンを接続して音声を聞く場合、 OBS で設定した BGM や Discord などの通話音声を聞きながらゲームをプレイできるというメリットがありますが、キャプチャーソフトから聞こえるスマホゲームの音声は若干の遅延が発生しているので、できるだけキャプチャーソフトに映る映像や音声の遅延が少ないものを選ぶ必要があります。もしくはキャプチャーボード本体にヘッドセットを接続できるものを使用すれば、遅延のない音声を聞きながらプレイすることができるようになっているので、このどちらかの性能を満たしているものの中から厳選しています。次に2つ目の基準は、キャプチャーボードには外付け型と内蔵型の2種類があるのですが、内蔵型のキャプチャーボードはある程度 PC の知識がないと扱いが難しいので、今回は初心者におすすめな外付けキャプチャーボードの中から選択しています。あと内蔵型のキャプチャーボードは 4K60fps でキャプチャーソフトに映像を映せるような性能が高いものが多いですが、現段階では 4K60fps で映像を出力できるスマホやタブレットはないので、内蔵型のキャプチャーボードに関してはランキングから除外しています。スマホやタブレットの画面を映すのであれば 1080p60fps くらいの画質があれば十分ですし、それくらいの画質ならば外付け型で十分なので、初心者の方は外付け型を購入することをお勧めします。最後に3つ目の基準は、実際に使用してみて問題なく使用できたものの中から選択しています。自分は25台以上のキャプチャーボードを実際に使用した経験があるのですが、製品情報ページのスペック一覧を見る限りでは性能が高くて使えそうと思って購入したのに、実際に使ってみると映像が乱れたり色味がおかしかったり、徐々に音声がずれてしまうものもあったりしました。製品情報ページのスペック情報だけをまとめて作成した内容の薄っぺらいランキングではなく、実際に使用してこれは本当におすすめだと思った製品を5つ厳選しています。
ちなみに Android に関しては実際に持っていないので検証することができていないのですが、公式サイトの情報や製品ページの口コミ情報、他の人のレビュー記事や動画から情報をかき集めて使用することができるのか確認しているので、安心して製品情報を確認していってもらえたらと思います。それでは自分が本気でおすすめする iPhone、iPad 用のキャプチャーボードランキングトップ5を確認していきましょう。 iPhone、iPad 用におすすめなキャプチャーボード第5位は Elgato の Camlink 4K というキャプチャーボードです。値段に関しては動画作成時点の Amazon で 12,925円となっています。この製品は Windows や Mac に対応していて、 4K30fps や 1080p60fps の映像を OBS などのキャプチャーソフトに移して録画や配信が行えるようになっています。一応 Android でも使用できるようになっているみたいですが、 Android のスマホは様々なメーカーから販売されているため、中には映像を出力できない機種もあったりします。映像を出力できる機器を使用していないと、このキャプチャーボードを使用しても映像を映すことができないので注意してください。あとこの製品はパススルー出力ができなくなっていますが、 HDMI 分配器を使用して表示させた遅延のない映像と、ソフトウェアエンコードで OBS に表示させた映像を比べてみると約 0.1 秒という差になっています。これは PS4 を使用した場合の遅延の差になっていますが、 iPhone や iPad の場合は HDMI 変換ケーブルを間に接続することになるので、使用するものによって遅延時間に差が出てしまう場合があります。約 0.1 秒くらいの遅延ならばゲームがプレイできるギリギリの遅延といった感じなのですが、これに Apple 純正品のライトニングデジタル AV アダプターを間に接続して検証した限りでは、 PC に接続したヘッドホンやイヤホンからゲーム音を聞くと音声の遅延が目立っていたので、この製品はゲーム実況用として使用するのはお勧めしません。どちらかというと多少音声が遅延してもあまり問題がないゲーム以外のアプリの使い方やおすすめ情報を解説した動画を録画したり配信したい人向けにおすすめする製品なので注意しましょう。ちなみに画質が気になる人も多いと思うので、他の製品と同じ映像で比較できるように iPhone のゲームアプリの映像を OBS へ録画してみた映像を確認してみるとこのようになります。本当に申し訳ないのですが、自分は iPhone 8しか持っておらず、画面解像度が 1334×750 となっているので、1920×1080 に映像を引き伸ばして録画をしています。そのため若干映像がぼやけているところがありますが、色味がおかしくなったり、映像や音声に乱れが発生しないことは確認できるかと思います。最新の iPhone や iPad を使用している場合、自分が使用している iPhone 8よりも画面解像度が高いと思うので、より一層綺麗な画質で録画することが可能です。このように iPhone や iPad で使える性能がある非常にいい製品となっていますが、元々の約 0.1 秒の遅延に HDMI 変換ケーブルを使った分の遅延がプラスされてしまうと、ゲーム実況を行うにはちょっと厳しい遅延になっているので注意が必要です。ただゲーム以外のアプリを使って録画や配信を行いたいのであれば十分な性能はありますし、使用するために余計なソフトウェアをインストールする必要がないので設定も簡単。さらに値段がかなり安い製品となっているので第5位とさせてもらいました。この製品が気になる人は説明欄に記載している製品リンクからチェックしてみてください。またここでは解説していないもっと詳しい性能レビューや使い方を解説した動画も投稿しているので、説明欄のリンクからチェックしてみてください。iPhone や iPad 用におすすめなキャプチャーボード第4位は IO データの GV-USB3HD というキャプチャーボードです。値段に関しては動画作成時点の Amazon で 15,500円となっています。この製品は 1080p60fps の映像を OBS などのキャプチャーソフトに移して録画や配信が行えるようになっていますが、対応 OS が Windows のみとなっていますし、 Android では使用できないという情報もあるので注意してください。ちなみにこの製品はエンコード方式がソフトウェアエンコードとなっていますが、パススルー出力で表示させた遅延のない映像と比べてみると約 0.08 秒という差になっていました。これは PS4 を使用した場合の遅延の差になっており、間に HDMI 変換ケーブルを接続すると使用するものによっては遅延時間に差が出てしまうのですが、Apple 純正品のライトニングデジタル AV アダプターを使用して検証した限りでは、 PC に接続したヘッドホンやイヤホンからゲーム音を聞きながらプレイができるギリギリの遅延になっていました。なので OBS で設定した BGM を聞きたかったり、 Discord などで通話しながら録画や配信を行うなど、 PC 側の音声も聞きながらやりたいのであればおすすめできる製品になっています。
ただシューティングゲームなどを行う場合は一瞬の遅延が気になる人もいると思うので、そのような人はスマホやタブレットではあまり必要ないですが、パスルー出力を行ってそのモニターにヘッドホンやイヤホンを接続し、遅延のない音声を聞きながらゲームをプレイするようにしてください。ちなみに画質が気になる人も多いと思うので、実際に iPhone のゲームアプリの映像を OBS で録画してみた映像を確認してみるとこのようになります。自分は iPhone8 しか持っておらず、画面解像度が 1334×750 となっているので、 1920×1080 に映像を引き伸ばして録画をしています。そのため若干映像がぼやけているところがありますが、色味がおかしくなったり映像や音声に乱れが発生しないことは確認できるかと思います。最新の iPhone や iPad を使用している場合、自分が使用している iPhone8 よりも画面解像度が高いと思うので、より一層綺麗な画質で録画することが可能です。あと付属で PowerDirector14 4IO Data という動画編集ソフトが無料で利用できるようになっているのもポイントになっています。この PowerDirector という動画編集ソフトは国内販売シェアナンバーワンの動画編集ソフトとなっていて、自分は PowerDirector の中でも PowerDirector365 という動画編集ソフトを使用して動画作成をしています。今回付属でついてくるのは PowerDirector14 ということなので、過去バージョンの PowerDirector となっていますが、本来であれば有料の動画編集ソフトを無料で利用でき、ゲーム実況動画も簡単に作成することができるのでおすすめです。自分は PowerDirector365 を使用しているので、それと比べると過去バージョンになって画面が違っていると思いますが、 PowerDirector での編集方法を解説した動画も投稿しているので、もしも PowerDirector を使用する場合は説明欄の再生リストから使い方を確認してみてください。このように iPhone や iPad で使える性能がある非常にいい製品となっていますが、使用している PC が Mac だと対応していないですし、 Android も使用することができないという情報があるので注意が必要です。ただ OBS の画面に映る映像や音声は約 0.08 秒という遅延になっていますし、 Apple 純正品の HDMI 変換ケーブルを使用した場合は PC にヘッドホンやイヤホンを接続しても OBS で設定した BGM や Discord などの通話音声を聞きながらゲームをプレイすることも可能になっています。またどうしても遅延が気になるのであれば、パスルー出力も行えるので、モニターにヘッドホンやイヤホンを接続することで快適な状況でスマホゲームをプレイすることが可能です。さらに本来ならば有料の PowerDirector という動画編集ソフトが無料で利用できるお得な製品となっているので第4位としています。この製品が気になる人は説明欄に記載している製品リンクからチェックしてみてください。またここでは解説していないもっと詳しい性能レビューや使い方を解説した動画も投稿しているので、説明欄のリンクからチェックしてみてください。 iPhone や iPad 用におすすめなキャプチャーボード第3位は AVAMEDIA の AVT-C878+ というキャプチャーボードです。値段に関しては動画作成時点の Amazon で 21,567 円となっています。この製品は Windows と Mac の両方に対応しているキャプチャーボードとなっていますが、 Android の映像は映すことができないという情報があるので注意してください。ちなみにこの製品のエンコード方式はハードウェアエンコードとなっているので、パスルー出力の映像と比べると OBS などのキャプチャーソフトに映る映像は約 0.13 秒という大きな遅延が発生しています。さらに HDMI 変換ケーブルを使用することで遅延時間も増えてしまうので注意が必要です。ただキャプボ本体に CITA 規格の 3.5mm 4極ミニジャックが搭載されているので、それに対応したヘッドセットを接続すれば遅延のないゲーム音を聞きながらマイク音声も入れて録画や配信ができるようになっています。主にパスルー出力用のモニターを準備できない人にとっては非常におすすめできる製品ですね。一応パスルー出力も行えるようになっているので、パスルー出力しているモニターにヘッドホンやイヤホンを接続することでも遅延のない音声を聞きながらゲームをプレイすることも可能です。ちなみに OBS で設定した BGM を聞きたかったり、 Discord などで通話しながら録画や配信を行うなど PC 側の音声も聞きながらやりたいのであれば、 PC にヘッドホンやイヤホンを接続する必要があります。しかしその場合は約 0.13 秒の遅延プラス HDMI 変換ケーブルによる遅延があるゲーム音を聞きながらプレイしないといけないので、 OBS で設定した BGM を聞いたり Discord などで通話しながらプレイするのは難しいので注意しましょう。次にこのキャプチャーボードの機能について解説していきますが、 PC モード、単体録画モード、カードリーダーモードという全部で3つのモードが搭載されています。まず最初に PC モードから解説すると、他の一般的なキャプチャーボードと同じように PC で録画や配信が行えるモードとなっています。 1080p60fps の映像を録画したり配信することができるので、 iPhone や iPad 用としては十分な性能がありますね。
ちなみに PC モードでの画質が気になる人も多いと思うので、実際に iPhone のゲームアプリの映像を OBS で録画してみた映像を確認してみるとこのようになります。自分は iPhone8 しか持っておらず、画面解像度が 1334×750 となっているので、 1920×1080 に映像を引き伸ばして録画をしているのですが、映像や音声に乱れが発生しないことは確認できるかと思います。ただ他のキャプチャーボードの映像と比べると少し画質が白っぽくて粗い感じになっているところがありますね。しかしめちゃくちゃ悪い画質になっているわけではないので、十分使用することができるレベルになっていますし、最新の iPhone や iPad を使用している場合、自分が使用している iPhone8 よりも画面解像度が高いと思うので、より一層綺麗な画質で録画することが可能です。次に単体録画モードについてですが、これは PC なしで録画することができる機能となっていて、マイクロ SD カードを挿入することでキャプボ単体で 1080p60fps の映像を録画することができます。主な用途としては、外出先で動画を撮影したい時や、 PC モードで録画しようとしたけど PC スペックが足りなくて高画質で録画できない時に使用するのがおすすめですね。ちなみに単体録画モードでの画質が気になる人も多いと思うので、実際に iPhone のゲームアプリの映像を録画してみた映像を確認してみるとこのようになります。先ほどの PC モードと比べると単体録画モードの方が画質が綺麗になっているので、 PC を使用しないとはいえ十分納得できるだけの性能を発揮してくれるようになっています。音声に関しても問題はないので安心して使用することが可能です。次にカードリーダーモードについてですが、これは単体録画モードでマイクロ SD カードに保存された動画ファイルを PC に移動させることができる機能となっています。ちなみに付属で PowerDirector15 for AvaMedia という動画編集ソフトが無料で利用できるライセンスキーが付属されているので、単体録画モードで録画した動画を PC に移動させたらすぐに編集作業を行えるようになっているので非常におすすめです。ただ PowerDirector15 は Windows を使用している人しか使えなくなっているので、 Mac ユーザーの人は注意してください。自分は PowerDirector365 を使用しているので、それと比べると過去バージョンになって画面が違っていると思いますが、 PowerDirector での編集方法を解説した動画も投稿しているので、もしも PowerDirector を使用する場合は説明欄の再生リストから使い方を確認してみてください。このように iPhone や iPad で使える性能がある非常にいい製品となっていますが、 Android には非対応となっていますし、初期設定が少し面倒だったり、キャプチャーソフトに映る映像の遅延が大きいので、 PC 側の音声を聞きながらスマホゲームを行うのは難しいというデメリットがあります。ただキャプボ本体に CITA 規格に対応した 3.5mm 4極ミニジャックが搭載されていて、ここにヘッドセットを接続することで遅延のない音声を聞きながらマイク音声も入れることができるので、パススルー出力用のモニターを準備できない人におすすめです。また一応パススルー出力も行えるので、モニターにヘッドホンやイヤホンを接続して遅延のない音声を聞くなど、遅延のない音声を2つの方法から聞けるようになっているのも魅力ですね。さらに本来ならば有料の PowerDirector という動画編集ソフトも無料で利用できますし、 PC スペックが低くて PC で高画質で録画ができない場合でも、 PC なしで高画質で録画もできる汎用性もあるので第3位とさせてもらいました。この製品が気になる人は説明欄に記載している製品リンクからチェックしてみてください。またここでは解説していないもっと詳しい性能レビューや使い方を解説した動画も投稿しているので、説明欄のリンクからチェックしてみてください。iPhone や iPad 用におすすめなキャプチャーボード第2位は AvaMedia の GC553 というキャプチャーボードです。値段に関しては動画作成時点の Amazon で 3万162円となっています。この製品は 4K30fps の HDR、 1440p60fps の HDR、 1080p120fps の映像を OBS などのキャプチャーソフトに移して録画や配信を行えるので、画質にこだわりたい人向けの製品となっています。対応 OS は Windows と Mac の両方となっていますが、 Android の映像は映すことができないという情報があるので注意してください。ちなみにこの製品はエンコード方式がソフトウェアエンコードとなっていますが、パススルー出力で表示させた遅延のない映像と比べてみると約 0.07 秒という差になっていました。これは PS4 を使用した場合の遅延の差になっており、間に HDMI 変換ケーブルを接続すると使用するものによっては遅延時間に差が出てしまうのですが、この約 0.07 秒という遅延はソフトウェアエンコードの中でもトップクラスで少ない遅延になっています。自分が実際に使用している Apple 純正品のライトニングデジタル AV アダプターを使用して検証した限りでは、 PC に接続したヘッドホンやイヤホンからゲーム音を聞きながらプレイができる遅延になっていました。
なので OBS で設定した BGM を聞きたかったり、 Discord などで通話しながら録画や配信を行うなど、 PC 側の音声も聞きながらやりたいのであればおすすめできる製品ですね。ただシューティングゲームなどを行う場合は一瞬の遅延が気になる人もいると思うので、そのような人はスマホやタブレットではあまり必要ないですが、パススルー出力を行ってそのモニターにヘッドホンやイヤホンを接続し、遅延のない音声を聞きながらゲームをプレイするようにしてください。ちなみに画質が気になる人も多いと思うので、実際に iPhone のゲームアプリの映像を OBS で録画してみた映像を確認してみるとこのようになります。自分は iPhone 8しか持っておらず、画面解像度が 1334×750 となっているので、 1920×1080 に映像を引き伸ばして録画をしています。そのため若干映像がぼやけているところがありますが、色味がおかしくなったり映像や音声に乱れが発生しないことは確認できるかと思います。最新の iPhone や iPad を使用している場合、自分が使用している iPhone 8よりも画面解像度が高いと思いますし、この製品は 1440p60fps で映像を映せる性能もあるので、他のキャプチャーボードと比べるとより一層綺麗な画質で録画することが可能です。あと付属で PowerDirector15 4 Avamedia という動画編集ソフトが無料で利用できるライセンスキーが付属されているのもポイントになっています。本来であれば有料の動画編集ソフトを無料で利用できるので、ゲーム実況動画を作成したい人には非常におすすめです。ただ PowerDirector15 は Windows を使用している人しか使えなくなっているので、 Mac ユーザーの人は注意してください。自分は PowerDirector365 を使用しているので、それと比べると過去バージョンになって画面が違っていると思いますが、 PowerDirector での編集方法を解説した動画も投稿しているので、もしも PowerDirector を使用する場合は説明欄の再生リストから使い方を確認してみてください。このように iPhone や iPad で使える性能がある非常にいい製品となっていますが、Android は対応していないですし、初期設定が少し面倒で値段も高いというデメリットがあるので注意が必要です。ただ OBS の画面に映る映像や音声は約 0.07 秒という遅延になっていますし、 Apple 純正品の HDMI 変換ケーブルを使用した場合は PC にヘッドホンやイヤホンを接続して OBS で設定した BGM や Discord などの通話音声を聞きながらゲームをプレイすることも可能になっています。またどうしても遅延が気になるのであれば、パススルー出力も行えるので、モニターにヘッドホンやイヤホンを接続することで快適な状況でスマホゲームをプレイすることが可能です。さらに本来ならば有料の PowerDirector という動画編集ソフトが無料で利用できるお得な製品となっているので第2位としています。この製品が気になる人は説明欄に記載している製品リンクからチェックしてみてください。またここでは解説していないもっと詳しい性能レビューや使い方を解説した動画も投稿しているので、説明欄のリンクからチェックしてみてください。 iPhone や iPad 用におすすめなキャプチャーボード第1位はエルガトの HD60S+ というキャプチャーボードです。値段に関しては動画作成時点の Amazon で 23,246円となっています。この製品は 4K30fps、1080p60fps の HDR 映像を OBS などのキャプチャーソフトに移して録画や配信が行えるようになっており、 Windows と Mac の両方に対応しています。ただ HDR キャプチャーは Windows のみ対応となっているので注意してください。一応 Android でも使用できるようになっているみたいですが、 Android のスマホは様々なメーカーから販売されているため、中には映像を出力できない機種もあったりします。映像を出力できる機種を使用していないと、このキャプチャーボードを使用しても映像を映すことができないので注意してください。ちなみにこの製品はエンコード方式がソフトウェアエンコードとなっていますが、パススルー出力で表示させた遅延のない映像と比べてみると約 0.07 秒という差になっていました。これは PS4 を使用した場合の遅延の差になっており、間に HDMI 変換ケーブルを接続すると使用するものによっては遅延時間に差が出てしまうのですが、この約 0.07 秒という遅延はソフトウェアエンコードの中でもトップクラスで少ない遅延になっています。自分が実際に使用している Apple 純正品のライトニングデジタル AV アダプターを使用して検証した限りでは、 PC に接続したヘッドホンやイヤホンからゲーム音を聞きながらプレイができる遅延になっていました。なので OBS で設定した BGM を聞きたかったり、 Discord などで通話しながら録画や配信を行うなど、 PC 側の音声も聞きながらやりたいのであればおすすめできる製品ですね。ただシューティングゲームなどを行う場合は一瞬の遅延が気になる人もいると思うので、そのような人はスマホやタブレットではあまり必要ないですが、パススルー出力を行ってそのモニターにヘッドホンやイヤホンを接続し、遅延のない音声を聞きながらゲームをプレイするようにしてください。
ちなみに画質が気になる人も多いと思うので、実際に iPhone のゲームアプリの映像を OBS で録画してみた映像を確認してみるとこのようになります。自分は iPhone8 しか持っておらず、画面解像度が 1334×750 となっているので、 1920×1080 に映像を引き伸ばして録画をしています。そのため若干映像がぼやけているところがありますが、色味がおかしくなったり映像や音声に乱れが発生しないことは確認できるかと思います。最新の iPhone や iPad を使用している場合、自分が使用している iPhone8 よりも画面解像度が高いと思うので、より一層綺麗な画質で録画することは可能です。このように iPhone や iPad で使える性能がある製品となっていますが、製品自体にはこれといったデメリットが見当たらないくらいにいい製品となっています。使用するために余計なソフトウェアやドライバーなどをインストールする必要もないので設定が簡単ですし、 Windows や Mac で使用できたり、映像出力ができる Android でも使用可能という情報もあります。さらに OBS の画面に映る映像や音声は約 0.07 秒とトップクラスで少ない遅延になっているので、 HDMI 変換ケーブルを使用した分の遅延がプラスされたとしても、 PC にヘッドホンやイヤホンを接続して OBS で設定した BGM や Discord などの通話音声を聞きながらゲームをプレイすることも可能です。またどうしても遅延が気になるのであれば、パススルー出力も行えるので、モニターにヘッドホンやイヤホンを接続することで快適な状況でスマホゲームをプレイすることが可能ですし、値段も性能の割にそこまで高くないので第1位とさせてもらいました。この製品が気になる人は説明欄に記載している製品リンクからチェックしてみてください。またここでは解説していないもっと詳しい性能レビューや使い方を解説した動画も投稿しているので、説明欄のリンクからチェックしてみてください。iPhone や iPad 用キャプチャーボードのおすすめランキングトップ5について解説してきましたが、どうだったでしょうか。ここまでで実際に購入したい製品を見つけることができたかもしれないですが、特に注意してほしい点として、キャプチャーボードを購入する前に対応している OS が Windows なのか Mac なのかしっかりと確認してから購入するようにしてください。また CPU や GPU、メモリなどのキャプチャーボードが動作するための推奨スペックも見ておかないと、実際に購入して使用したけどスペックが足りなくて映像が映らないなどのボンミスもあったりするので、製品情報ページをしっかりと確認するようにしましょう。あと製品によっては輸入品と記載された通常よりも安い製品が販売されていることがありますが、これは海外向けの仕様になっている製品を輸入して購入することになります。日本仕様の製品ではないので、口コミを見ても不具合の情報が多いですし、これは正規代理店による販売ではないので、日本国内でサポートが受けられなくなっています。もしも不良があった場合は返品ができるようになっていればいいですが、返品ができないのであれば泣き寝入りするしかないので、この点には注意して購入するようにしてください。最後に、自分は iPhone を使用していますが、 iPhone や iPad の場合はそのままではキャプチャーボードに HDMI 接続することができないので、ライトニングデジタル AV アダプターという HDMI 変換ケーブルをキャプチャーボードとは別に購入して、それを間に接続して HDMI 接続できるようにする必要があります。自分は Apple 純正品の HDMI 変換ケーブルを使用しているのですが、少し Amazon で調べてみると似たような製品で同じ機能を持った純正品ではない製品がたくさん販売されています。そちらは値段が安くなっているので純正品ではない製品を購入したくなりますが、接続不良が発生して映像が映らないことがありますし、表示される映像の遅延時間が純正品よりも大きかったりする場合もあるので、純正品ではない HDMI 変換ケーブルはおすすめしません。純正品は値段が高いですが、性能が高くてサポートも充実しているので、iPhone や iPad を使用している人は基本的に純正品の HDMI 変換ケーブルを購入するようにしてください。説明欄に純正品の HDMI 変換ケーブルの製品リンクを記載しておきます。ちなみに Android を使っている人もいると思いますが、自分は Android を使ったことがないですし、どの HDMI 変換ケーブルを購入すればいいのかもわからないので、申し訳ないですが、この点に関しては他の人のブログや動画を確認したり、自力でどの製品がいいのか調べるようにしてください。はい、これで今回の動画は終わりにしたいと思いますが、このチャンネルではこういった感じで、キャプチャーボード関連の情報や、録画や配信に使用する機材やソフトの情報、これからゲーム実況を始めたい人向けの情報など、実際にゲーム実況活動や YouTube 活動をしているからこそわかる情報を発信しています。もし参考になったらチャンネル登録していただけると、今後もこういった情報を発信していくので、すぐにチェックすることが可能です。ちなみにブログの方でも今回の動画の内容について解説していますし、Gearticsというサイトで実際に使用している機材情報も紹介しています。
説明欄に関連する各リンクを記載しておくので、気になる人はチェックしてみてください。最後までご視聴いただきありがとうございました。またね。